わっさー、琵琶湖ガイドなすび、本名中谷翔一、石川県出身、髪染めた紫、プラー。はい、始まりました、なすび TV です。琵琶湖に関する情報とか、釣りに関する情報を発信してまいります。ね、なすび TV チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。8月、なすびガイド、土日、祝日がありがたいことにご予約、すべて、いただきまして埋まりました。ありがとうございます。まだ8月は平日が募集しておりますので、ぜひとも、ご予約の方皆様お待ちしております。はい、また下の概要欄に僕のブログのブログを貼っておりますので、そちらのブログからガイド募集日とか載せてますので、よろしくお願いいたします。はい、7月の26日のなすびガイドのお話をしていこうかなと思います。本日ですね、本日は高橋名人さんと中巻さんが遊びに来ていただきました。高橋さんと中巻さんのコンビでは2回目のなすびガイドというわけで、リピートありがとうございます。はい、まあ予報的には1ミリ以下の雨がずっと降り続くような天気だったんですけど、午前中は、まあ、雨も持ちまして、一日曇り空、ローライトな、雨も降らずに快適な感じで釣りをさせてもらったんですけど、昼からはすごい雨でしたね、豪雨でしたね。多分早上がりした方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うぐらい、とてつもなくひどい雨だったかなと思います。で、状況的には放流量が15トンだったんですけど、昼から200トンに、放流量が15トンから300トンに上がりました。まあ、これは後から知ったことなんですけど、まあ、放流量が明日からまた300トンの琵琶湖となっております。で、4連休最終日というわけで、人はまあ結構少なかったかなっていうような印象は受けます。やっぱり4連休もあると、最初の方に釣りをしに遊びに来られて、後半の方は家でゆっくりするという、その人間の心理学的な状況が働いてるんじゃないかなと思うぐらいな感じで、前半は人が多くて後半が人が少ないっていう、まさにその現象が起きたかなというふうには思います。で、琵琶湖南湖の水温は今25度からまあ26度ぐらいですかね。だいたい一時期、この梅雨の晴れ間が数日続いた時に、シャローは28度ぐらいまで水温が上がったんですけど、また放流量も上げましたし、まあ雨とかローライト続きで、今水温は25度、26度ぐらいで落ち着いているというような状況です。で、濁り、水の色なんですけど、沖の方は結構クリアですね。で、まあシャローの方は、西岸はまだちょっとクリアっぽいステインウォーターな感じなんですけど、東岸の方は割と濁っているかなというふうには受けます。はい、と思います。で、服装も普通に半袖に、半ズボン、まあ今日はちょっと雨予報だったので、それでレインウェア、上下を船に持ち込んで釣りをしてて、雨が降ったらそのレインウェアを着るというような感じで釣りはしていました。はい。で、今日は久々に琵琶湖南湖で釣りをしました。今まで最近北湖で釣りをしていたんですけど、まあ南湖で釣りをしてみようと思って南湖で釣りをしてみたわけなんですけど、まあ朝一ちょっと中巻さんの、ゲストさんの中巻さんのリクエストでトップをしようということで、確かにローライトで風も弱いし、トップすごい出そうだなというわけでトップをやりに行きました。で、高橋名人さんはシャワーブローズを投げてて、ポッパーペンシルみたいな、まあペンシルベイトですよね。で、中巻さんはワンズバグ、ポッパーを投げてるっていうような状況で、高橋名人と、中巻さんにシャワーブローズとワンズバグでワンバイトずつ午前中はありました。まあそれもすごいドバーンとすごい勢いで出たバイトで、かなりでかかったんじゃないかなと思うんですけど、残念ながらそのままバレてしまいまして、しまったんですけど、まあとてもでかいバスが食ったんじゃないかなというふうに思います。やってるエリアは、東岸エリアですね。東岸のシャローエリア、だいたい1メーターから2メーターぐらいの間です。その間にエビもパッチがたくさんあるので、その横を通していくような形で釣りをしていきました。はい。で、僕はナスビはと言いますと、まあ、そのお二方がポッパーを投げてる間に
たい焼きくんっていう、まあ、ハイドアップのプロトルアーがあるんですけど、ダイナマイト野村さんっていう先輩が監修しているたい焼きくんっていう、まあ、通称たい焼きくんっていうルアーがあるんですけど、それを投げてて、まあ、いろいろフローティングバージョン、フローティングバイブレーションバージョンとか、フローティングミノーバージョンとかいろいろ変えれるんですけど、フローティングバイブレーションみたいな感じでゆっくり巻いて、僕に、まあ、だいたい50センチぐらいのバスが釣れましたね。それからは、いろいろジグをやったり、小池シュリンプビッグとかを投げたり、まあいろいろエビモパッチを狙っていったんですけど、まあちょっと反応がなく午前中は終わりました。はい。まあその、午前中の間に、シャローを見てみて、どういう状況かなっていうふうには見たんですけど、まあその朝のトップの時間だけが反応が良かったという感じでしたかね。で、昼からは、木の浜の、沖をやってみたりもしたんですけど、まあ、周りで釣ってる方はいたんですけど、まあ、僕らはまだ釣れずに、最後まで終わっちゃいましたね。で、今日釣りをしていて思ったのが、放流量、まあ、15トンに下がってたんですよね、その、午前中は。その間に、沖も、シャローの方も、バスのフライがたくさんいるというような状況を確認できました。今うじゃうじゃって琵琶湖で釣りをしてて、小魚みたいな魚がいるのは、まあ大体、バスのフライ、バスの稚魚、通称フライじゃないかなっていうふうには感じます。まあ沖でも結構フライが見えたんですけど、昼から300トンに上がったことによって、そのフライがまた消えているかもしれないですけど、とりあえずフライは確認できました。はい。で、明日からもまた雨続きというわけで、まあ引き続き、シャロー、東岸のシャローかな、東岸のシャロー濁ってるエリアで、まあトップウォーターなり、ラバージグなり、ノーシンカーなり、で、そんなにじっくり試しじゃないんですけど、チャターも、釣りをしていて、すごい反応がいいだろうなと思いました。いろんなルアーで今、釣ることが可能かなっていうような状況は受けました。まあ結果的にナスビガイド、今日のナスビガイドでは、朝の東岸シャローのエビモパッチでトップウォーター、そしてたい焼きくんで反応ありというような琵琶湖何個でございました。まあ今の琵琶湖何個、すごいストライクゾーンは狭いかもしれないですけど、ハマればすごいでかいバスが食う可能性もあるので、僕は夢があるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。まあ、ざっくり何個、今日の何個の状況でした。またなんか詳しいことが分かれば、またナスビ TV で発信していきます。まあ、とりあえずナスビ TV チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてナスビガイドも募集しておりますのでよろしくお願いします。本日のナスビ TV でした。ご視聴ご清聴ありがとうございました。アディオス。